しよしよしよし、はいはい、ナイス、うまい、うまい、いやー、よし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 、ナイス翔馬くん、ナイス、オッケー。じゃあ今日はトレーニング、あざした、あざした。チワーボのね、はい、チームメイトについて、はい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 、お互いに話していきましょう、うん、チワーボ入ってさ、はいはい、びっくりしたっていうかさ、入ってびっくりしたのは、もともとすごいな、うん、ドキュメンタリーとか見ててすごいなと思ってて、入ってなおかつ、いや、えぐいなと思ったのは村さんですか。確かに、えぐいよね。えぐいっすよ。僕も正直びっくりしたもん。でシュワーボ、あのおばくんと村さんの両ウィングやばいでしょっていう。そうね、いや村さんやばいよね。やばいっす、とにかく早い早いいや思ってるよりこれ早いんすよ、体感すると早いっすよね。マジやばいよ。マジでなんかね、その一瞬のスピードがね、とんでもない。あれはびっくりしたね。あとはマナトスかね。ああ、確かにな、はい、まあ、よくチームで一番話すのが多分マナトと、あ、そうなんだ、阿部ちゃんとか、あ、その辺と仲いいんだね。仲いいっす、仲いいっす。あ、そうなんだ、まあ、あっちはどう思ってるか分かんないですけど、これ見てて仲良くないと思ってるかもしれないですけど。あ、そうなんだ、確か俺誰と亜生は仲いいのかなとか思ってたんだけど、はいはい、そうなんだ。だからまあマナトなんかは、うん、試合中関係なく俺に要求してきてくれたり、うん、こうアドバイスをめちゃくちゃ一番してきてくれるな、うん、そうなんだ、はい、阿部ちゃんはとにかく優しい。阿部ちゃん優しいもんね。阿部ちゃん超優しい。阿部ちゃんね、まあ、セカンドでも一緒なんで、うん、で俺どうだろうな、仲いい。俺でも、うん、おばく話してるイメージないっすけど。友達ないからな。誰だろうな、無事にそう。まあだから強いて言うならやっぱ純平くんとかかな。あの車とかたまに送ってもらったりする。はい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 、はい、そうだね、純平くんとかかな。なんか俺おばくんリベンジャーズの時もシュワーボの時もなんか遅刻してきてスラッて端っこで着替えてスラッてアップして遅れてくるみたいなイメージしかないんで。え、いたみたいな。確かにね、よく言われる。え、来てたんですかみたいな。そうそうす、これよく言われるかな。エオさんとのさ、あるエピソードっていうか思い出みたいな。思い出。いや、まあ最近で言うと、うん、本当にレオさんは俺の睡眠時間を心配してくれてるっていう。忙しいもんね。忙しいもんね。いや、ほんとありがたいことに、ね、今すごい忙しくさせてもらってるんで、うん、そうよ、マジで睡眠時間4時間とかなんで。え、にくいな。で、自分で編集もしてるんで。そうだよね。で、それやばいね。やばいっす、確かに。それ心配になるわ。で、あのビルドに振り返りとか書くじゃないですか、うん、確かに睡眠時間とかあるもんね。そうです。で、毎回レオさんに大丈夫寝てる、しっかり寝て明日に備えてよみたいな、うん、毎回送ってくれるんで、ほんと優しい人だなっていう。絶対レオさんも寝てないでしょ。レオさんは。あ、でも俺一回寝てないでしょ。なんか戦術っていうか原則をなんか理解できなくて、うん、理解できないっていうか理解しようとしてまだ体に染み込んでない時に直接映像見せてほしいってお願いして、うん、まあそれを撮影しながらお願いしたいって、うん、午前中お願いしたんですよ。俺も朝から仕事で、うんうん、仕事と仕事の合間にレオさんにお願いしようかなと思ったら、うん、レオさんに仕事ない日は午前中はせめて寝かしてって言ってました。レオさんが、そう、レオさんが寝かせて、寝かせてっていう。ちょっと大変で、今めっちゃ大事な時期だと思うけど。そうですね。そうね、睡眠もね、はい、大事だからね、そのプレイヤーとして ね、 そうですね、全然違うから、変わっていくからね、うん、プレイもね、まあ、そこはほどほどにっていうか、はい、まあ、僕から言えるあれじゃないですけど。逆にあるんですか、おばくん、レオさんとのエピソード。レオさんとエピソードか。俺らレオさんと、そうだよな、エピソード、あ、でももうだから最近だよね。この間、はい、トリーグで、はい、10何対1で勝った時に俺がちょっと1点やらかして、はいはいはい、で、その後すぐ交代させられて、はい、その時、試合終わった後は、はい、全く喋ってなかったのよ。一回もそう喋らずに、はい、そのまま帰ってたんだよ、はい。帰るんだけどさ、あれ電車さ、ホームで待ってたら、はい、結構、電車来るの遅くて 10分15分ぐらい待ってて、長えなと思いながら、そしたらなんかレオさんが笑いながらこっち来て、お疲れみたいな感じで、そう、そこでだからなんかちょっと気まずい感じ、そうね、なんて言うんだろう、そうね、俺としてはさ、結構やっぱ途中やらかしちゃって、そう、途中交代もされて悔しい気持ちあったんだけど、そこでレオさん来て、そしたらレオさんさ、ハーフタイムとかさ、試合終わった後にちょっと怒り気味だったじゃん。なんで1人少ない相手に失点してんだよみたいな、はい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 、正直俺のミスやん、うん、俺のミスなのにさ、そう、だからなんか大丈夫かなみたいな、怒ってんのかなと思って、うん、そし
たらなんか笑いながら来てさ、お疲れみたいな、あんな感じで行ったけどあんま気にしないで、はいはいはい、そう、そこでそこから電車さずっと一緒に帰ってたんだけど、はいはい、ミスに関しては別にそういうミスで、うん、なんか俺はどうこう言うつもりはないから、うん、それよりもやっぱ他のちょっとプレスバック遅かったり、うん、なんかクロス入れなかったりとか声出てなかったりみたいな、うん、そういうとこでなんか緩んでた部分あったから、うん、そこはなんかチームとしてそういう選手をずっと出してたら、うん、なんか示しつかないっていうか、うん、そういう風に見られちゃうからあそこは変えたわみたいな、うん、そう言ってくれてね、まあ、優しいっすよね。そうね、優しかった、うんうん、全然怒ってなかった。俺もそれ言うと練習の後に一人で携帯いじって帰ってたらめっちゃ後ろから走ってタッ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 て来てレオさんが横こっお疲れっつってそうだよね。レオさんだから結構もしかしたら見てるのかもしれないですね、一人で帰ってる人、うん、いやそうかもしれないよね。コミュニケーション作る時間をくれてるのかもしれない、ね、いやそうだよ、絶対あの人意図的にやってるでしょ、すごいよ。そこですって、やっぱさすがっすね、チュアボの監督は。いや本当にすごいね、そういうね、選手とのコミュニケーションとかめっちゃ大事にしてるからね、うん、そうですね、すごいっすよね、レオさんは。今トリーグ戦ってる最中ですけど、どうしていくどうしていくそうですね、まあ俺はもうとにかくスタメン狙い続けて、うん、スタメンで出た時にやっぱ結果を残せるように、うん、もちろんベンチから途中出場でも結果を残すってことは常にこう、うん、意識はしつつ、うん、まあ今日やったオバ君とのシュートの形だったりというところを、まあ練習してる分やっぱそれを形で見せないと意味がないと思うので、うん、まあこう目に見える結果をやっぱ残していきたいなっていうふうに思うのと、うん、あとはまあこう自分のチャンネルで俺個人のこう成長っていうのを見せてるんで、成長を見せるためにもシュワボでとにかくスタメンを奪いたいなっていうのはあります、うん、今度は。いいね、確かにその自分のチャンネルでね、うん、そういうなんか苦手な部分とかも、ね、はい、さらけ出してっていうのはすごいもんね。でそこで成長を見れたら、ね、うん、なんか応援してる身からすればすごい嬉しいよね。これはどうかな、やっぱまずはシュワボで昇格っていうのを目標にしてやってるからさ、はい、なんか俺ももちろん昇格めっちゃしたいっていうのあるけどさ、それより昇格しなかった時のレオさんがもう見たくない、うん、レオさんもしたくない、ね、はい、間違いないですよね。そんだけやってくれてね、これで昇格できないとかなったらさ、もうそんな姿見たくないし、そうね、だからこそやっぱなんか自分はね、そういうさっき言った気の緩みとかさ、そういうのがプレーに出ちゃうことあるから、もうそういうの本当なくして、うん、まあ、なんとしてもね、あと残りのトリーグはね、うん、まあ、全勝していきたいし、まあ、自分もね、そんな、今試合出てるかもしれないけど、そういう気の緩みとかあったらもうすぐに、まあ、交代させられるっていうの分かったし、うん、まあ、他にもやっぱさ、ライバル選手強いからさ、まあ、すぐ試合出れなくなるとかもありえるから、まあ、そこは気抜かずに、うん、これからもやっていけたらなと思いますね。まあ、レオさんにリベンジャーズからお世話になってるし、うん、モバ君もね、リベンジャーズレオさんに取ってもらって、うん、そうそうそう、俺もキャプテンレオさんにしてもらって、うん、まあ、こうすごい 返せない恩があると思う。いや本当にそう、その通り、うん、まあ、そこは本当昇格で確かに一つ恩返しできればな、そうね、本当にそうだ、まあ、俺とオバ君でちょっと勝たせられるように、うん、そうね、これからね、はい、2人で頑張っていきましょう。頑張りましょう。よし、頑張りましょう。頑張りましょう。よし。